ナンバーアンダーライン愛新幹線で待ち問題ファンメディアアイドルそれぞれの立場から考えるファン行動がアイドルとファン関係に及ぼす影響とは翔くんに会いたいファンが新幹線ホームで遭遇アイドルグループナンバーアンダーライン愛のメンバー平野翔さん神宮寺勇太さんそして岸優太さんに対するファンの熱狂は日本国内でますます高まっています 彼らの人気はライブ会場だけでなく、日常の場面にも広がりを見せており、ファンたちはさまざまな場面で彼らに遭遇することを心待ちにしています。特に、コンサート終了後の新幹線の駅や公共の場所で、偶然メンバーを見かけるという出来事は、ファンにとって非常に特別な瞬間となっています。しかし、このような状況が必ずしも歓迎されるばかりではなく、時には問題や課題も浮かび上がっています。 例えば、最近の報告では、新幹線のホームで偶然メンバーに遭遇したファンが、彼らが笑顔で歩いている姿を目にし、感動の瞬間を共有している場面が見られました。あるファンは、翔くんがニコニコしていて、ありがとうと言ってくれて本当に幸せだったと語り、その時の興奮と喜びを SNS に投稿しています。このような瞬間は、ファンにとってまさに夢のような体験であり、 一生忘れられれらない思い思出ととしして心に刻まれることでしょう。一方で、ファンが公共の場でアーティストに遭遇することには、少かなからずリスクや懸念も伴います。特に新幹線の駅や電車のホームなど、一般の利用者も多く集まる場所でファンが集まり、騒がしくなることが問題視されています。新幹線は多くの人々が利用する公共交通機関であり、 そそこででは他ののの乗客の安全や快適ささが最優先されるべきです。そのため、アーティストに対する過度な接触や無秩序な行動は周囲に迷惑をかけるだけでなくアーティスト自身の移動や休息にも支障をきたす可能性があります。ファンの中にはこのような公共の場での出待ち行為に対して警鐘を鳴らす声もあります。新幹線のホームでの出待ちはやめましょう。彼らのプライバシーを守り、 無理な接触を避けるべきですといった呼びかけが SNS 上で見られ、特にファンコミュニティ内での自己規制が求められるようになっています。アーティストのプライベートな時間に侵入することは、彼らが十分に休息を取ることを妨げ、結果的にパフォーマンスに悪影響を及ぼすことも考えられます。特に、彼らがツアーやコンサートなどの長期間のスケジュールをこなしている場合。 ファンの行動がアーティストに対する評価やイメージにも影響を与えかねません。実際、過去には一部のファンが過剰な接触や撮影行為を行ったことで、アーティストが新幹線を利用できなくなった事例もあります。そのため、多くのファンは自分たちの行動が教えの悪評につながる可能性を認識し、マナーを守るよう努力しています。SNS では、会場での出待ちはまだ許されるかもしれないが、 新幹線や公共の場所では出待ちを控えるべきだとの意見が広がっており、ファン同士での啓発が進んでいます。このような意識の高まりは、ファンコミュニティ全体にとって重要な課題です。さらに、アーティスト自身もファンに対して過剰な接触を避けるよう呼びかけることがあります。彼らはファンの愛情やサポートに感謝していますが、それが行き過ぎると彼らの生活や仕事に悪影響を及ぼす可能性があるため、 適切な距離を保つことが求められています特に公共の場所での無秩序な行動はアーティストとファンの関係に亀裂を生じさせる恐れがありその結果ファンイベントやライブツアーの運営にも影響が出る可能性がありますこのような背景からファンの間では偶然に出会ったとしても騒がずに静かに見守ることが大切という考えが広がりつつありますアーティストにとってもファンにとっても 安心ししてお互いの存在を尊重し合える環境が必要ですそのためには、ファン一人一人の意識と行動が重要な役割を果たします。また、ファン同士でのコミュニケーションも大切です。SNS やファンサイトを通じて、互いにマナーを守るよう呼びかけることや、問題が発生した際には適切な対応を促すことができます。例えば、ファンが偶然アーティストに遭遇した場合、 その体験を SNS でシェアすることは、他のファンにとっても興奮する瞬間を共有することができますが、それが広まりすぎると、アーティストのプライバシーを侵害することにもつながる可能性があります。そのため、撮影や動画の拡散は控えるべきだとの声が上がり、ファン同士での自主規制が強まっています。さらに、国際的なファン文化との比較も興味深い視点です。日本のファン文化は、 一般的にアーティストへのリスペクトを重視しており、無秩序な行動は避ける傾向があります。これは、他国のファン文化と比較しても特徴的な点です。例えば、海外ではアーティストに対する過剰な接触や追いかけ行為が頻繁に見られることがありますが、日本ではそのような行為は控えられる傾向があります。これは、日本のファンがアーティストのプライバシーや周囲の人々への影響を深く考慮しているからだと考えられます。 しかし、近年の SNS の発展により、ファン同士のコミュニケーションが容易になった一方で、アーティストの移動やプライベートな時間が露出しやすくなったことも事実です。これにより、一部のファンが無秩序な行動をとるリスクが増加し、アーティストの安全やプライバシーが脅かされるケースも増えています。そのため、ファンコミュニティ全体でのルールやマナーの共有がますます重要になってきています。ファンとして、 アーティストを応援する気持ちは誰もが同じです。しかし、その応援の仕方が彼らにとって負担となる場合、それは本来の目的を失ってしまいます。応援とは、アーティストが最高のパフォーマンスを発揮できる環境を提供することであり、ファン一人一人がその責任を自覚することが求められます。特に、彼らの移動やプライベートな時間を尊重し、適切な距離感を保つことが重要です。このように、 ファンとアーティストの関係は非常に繊細であり、互いにリスペクトと理解が必要です。アーティストにとってもファンにとっても、安心して活動できる環境を作り上げるためには、ファンのマナーと配慮が欠かせません。これからも、ナンバーアンダーライン愛のメンバーが安心して移動し、最高のパフォーマンスを続けられるように、ファン全体での意識向上が期待されています。このような課題が浮上する中、 ファン一人一人の行動がグループ全体のイメージを左右することは明らかです。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが公の場でどれだけ自然体でいられるかは、ファンの行動に大きく依存しています。もしファンが過剰に追いかけたり、無秩序な行動を取ることでメンバーに負担をかけるような事態が続くと、彼らのプライベートや移動手段に大きな制約が生まれ、最悪の場合はファンとの距離を取らざるを得なくなるかもしれません。これは ファンととアーティストの関係に亀裂を生む結果となるでしょう。一方で、ファンの中には積極的に模範的な行動を取ろうとする姿勢が見られるのも事実です。多くのファンがアーティストが快適に過ごせる環境を保つために努めており、公共の場所で偶然遭遇したとしても、騒がずに彼らを見守るという選択をしています。このような姿勢は、他のファンにも良い影響を与え、ファン全体の意識を高める一助となっています。 実際に、SNS 上では、彼らが公共の場にいるときは、彼らのプライベートを尊重し、そっと見守るべきだという声が増えつつあります。また、ファンとしての行動がアーティストにどのような影響を与えるのかを深く考えることも重要です。例えば、ファンが無秩序に行動した場合、それがメディアに取り上げられることで、アーティストの評判に悪影響を及ぼす可能性があります。特に 若いファンが多い場合彼らの行動が広く注目されやすく時には炎上の原因となることもあります。これはアーティストのイメージにとって非常にデリケートな問題でありファンの行動一つ一つが彼らの未来に影響を与える可能性があるのです。こうした問題を解決するためにはまずファンが自分たちの役割を認識しアーティストに対してどのように接するべきかを再考する必要があります。 ファンとしての情熱を持ちながらも、冷静で礼儀正しい行動を心がけることで、アーティストとファンの関係をより健全なものに保つことができます。特に、SNS やファンサイトでの呼びかけや啓発活動が今後ますます重要な役割を果たすでしょう。ファンコミュニティ内での自主規制やマナーの向上は、アーティストが安心して活動を続けられる環境を作るための鍵となります。